加納久ヒサ州は、江戸時代後期の大名、伊勢八田藩第三代藩主、上ズ一宮藩加納家三代、伏見奉行などを務めた。法暦元年、上ズ勝浦藩藩主、大岡忠光の次男として生まれる。幼名は、久サと称した。明和九年伊勢八田藩、第二代藩主、加納久九県の実施、旧松室が溶接したため、久サ県の養女をめとり、 久し県の養子として迎えられて、加納久し州と名乗る。同年、第十代将軍、徳川栄春に敗越し、十五位下備中神に助任された。天命六年、養父九県が死去したため、家督を相続し、第三大藩主となる。道のくし川藩主、松平定信の信任が厚く、翌年に、定信が老中主座となると、蕎麦衆となって、 貞信を補佐して、完成の改革の推進に貢献した。同年、大万島を兼務し、唐都海守るに転任となり、完成5年、若年寄り並に移動となる。3年後の完成8年、改革の功により、上野国の日田軍と助くらい、軍の両軍に3000国を加増され、国高は1万3000国を治療した。翌、完成9年、若年寄り並を辞す。 完成12年12月28日、伏見奉行に就任。文化4年、伏見奉行を辞す。翌、文化5年、着難の旧神に家督を譲り、隠居した。その3年後、文化8年に死去。去年59。ありがとうございます。